皆さんこんばんは。配信お疲れ様でした。ありがとうございます。こんばんは、野村先生だな。ティーチャーティーチャーなぜ全然疲れなかったですよ。立ちっぱなし1時間立ちっぱなしなんて全然余裕でございます。遊びに来たよ、ありがとう。アバター今日までですかね。ね、どうでしょう今日の服装。今日ちょっとね、配信的にこう先輩っていう感じを出したかったので、ちょっと先輩って感じのコーデネートにしたんだ。私って白より黒の方が似合うんかなって思ってきた今日で前髪めっちゃ綺麗。本当？今日巻いてないんです、前髪。いいよね。こんばんは。そう、入ってるの。すごいでしょ。こんばんは。ビヨーンって、髪型からコーデまで全部良かったです。嬉しい。あったかいやつ、それ欲しい。これチュチュアンナで買ったかな。私は裏起毛のやつですよ。そう、リップ塗ろ。見て、おきちゃんに可愛いって言われた。でも入らん、ちょっとちっちゃくて入らん。ジェラピケのさ、クマもトイプードルもチャコにしか見えなくて、クマもチャコだしトイプードルもチャコなんですよ。そう、見てほしい。もったいなくて使ってないって言って食べれた。そう、3個家にあるから1個使いました。ありがとうございます、くださった皆さん。今日の道一段と可愛い。本当？今日はね、前髪を巻いてないメイク、アイシャドウをちょっと濃いめにしたというか茶色めにした眉毛を綺麗に描くんじゃなくて、なんかちょっとぼさっと加減を残し
た。ぐらいですかね、変えたところ。まあ、前髪であんまり見えん気はするけど、眉毛。そう、まとめ髪なんていうんだっけ、バンなんちゃらでハマってます。このバンなんちゃら見える？見えてる？自分の携帯で配信見よう。皆さんにこの仕組みを見せたい。よいしょ。あ、携帯で見えんのんじゃった。携帯でタッチせずに 見たらいいんか。見えとる見えとる。これね、こうあるんですけど、こうやってあんちゃんとの隣におるわって外すんですよ。跡がもうめっちゃついてると思うんですけど、こういうのになって、でここが開くんです。でこれをこうやって束にも取る、こうやって一つにまとめたやつをここにシュシュみたいにかけ取って入れる。で入れたらこっち向きに回す。ちょっと引っ張りながら回すと良いです。で、ちょっとやるか。このキュッて、やるとなんか黒い毛わからんね、服がまとまるんです。じゃーん、どう？すごい。あ、うまくの切れ、うまいやん。時差時差。そう、すごいでしょ。ちょっとこれにハマってるんですよね今。ね、おしゃれアイテムね。だってさ、もうここをこうやってやってしまえばこことここを巻けばいいだけだしさ、ちょっと時間がない日とかにもぴったりだし、なのにおしゃれに見えるし。冬はちょっと寒いけどね、まとめてたら。結構しっかりがっちりしてるんですよ。こんなことしても崩れない。おいくら？おい、これはこれは330円でした。すごいよね、全然崩れない。公演できる、これだけで。そう、めっちゃいいんです、これ。一昨日ぐらいに買ったけど、最高にいい。違うやつもね、欲しいなと思ってるんです。びくともしてないすぎでしょ。もっと見てほしい。ちょっとね、でもね、唯一の弱点は自分でさっと確認できないことだから、なんかもう携帯の自撮りをこうやってつけて、こうやってなんかフィーリングで写真撮って、え、大丈夫かなって見て、いいか悪いかみたいな感じで
判断してる。可愛いですよね。これ好き。こんばんは。説明書はねなかった。でもネットで調べてやったらすぐできました。コツはちょっとあるね。誕生日です。あらさお。なあおやっさん、お誕生日おめでとう。おめでとうございます。さあ、道発信で流行りそう。もう流行っとるよ結構多分。 TikTok ライブ見ました。お、ありがとうございます。どうでしたでしょうか。ハッピーバースデーチュチュ。ペのギフト良かった。私ね端末持ってなかったけん、そんなにコメントもさギフトもあんまり見れてなかったんですけど、なんかこのコメント見えないけどこう画面はなんとなく見えるやつは前にね、あのそのカメラになっとる端末はあったけんさ、そこでおきちゃんがなんかすごいいろんな帽子かぶったりしててね、ギフトの数すごくいいのか、なんか顔につくギフトがあるからさ面白かった。ショールームも前あったよね。いいこの髪型。私も何回かなんかついてた気がする。めっちゃ目が大きくなるのとかありました。え、そんなあったんですか。見たかった。そうそうそう、顔に反応してなんか猫耳ついてたりとか帽子がついてたりとかしてた。今日の髪型なんか似合ってる。嬉しい。まとめ髪似合う、似合うんかな。誰につけれるか選べるんあれって。ちょっと今日の服装自分に合うんじゃないかなって思ってきました。なんかね、こうなんかふんわり女子みたいな感じも好きなんですけど、もしやこっちの路線の方が似合うんじゃないのかなって。有給休暇あるな、びっくりした。有給休暇ないですよ。申請したら休ませてもらえるかもみたいな。触覚の垂らし方が絶妙じゃない。嘘、ちょっと長い、ちょっと長いかなって思ったんよね。朝出る前、朝じゃないや出る前お家切ろうかなとも思ったんですけど、そこの長さがね。こんばんは。パシェが最近未知のファッションがお気に入りらしい。どこで言ってたの。嬉しい。まとめ髪後ろから撮った写真メールで送ってほしい。いや大抵ねうまく撮れてないけん、撮ってもらわんといけん。撮ってもらおうかな。アンニュイな雰囲気。
そう、おきちゃんが前髪巻かない、巻かないの好きです、そのなんかアンニュイな感じがって言ってたんですよ。だから今もアンニュイに前髪のあれってすごいね。さっき配信で、そうなの、うらふい。リオツンがみちさんは何着てもかっこいいって言ってた。リオツンの家族全員おみちさん欲しいって言って、本当に。リオツン、リオツンはマイケルだっけ、今日ブーツだった、今日ブーツでした。今日の服は足が綺麗に見えた、これね。はい、取るけんね。でも服装はみんなで話し合ったの？今日の？今日のは普通に私服です。今日の TikTok ライブの話参考になりました？なってたらいいですな。家族共通の推しがみつさん、ありがとうございます。本人はマイケルの TO、 え、 TO なんだ。うん、いいね。前髪を変えるだけで髪型全体の雰囲気って変わります。確かに、分けるとかもねありますしね。今日のね前髪の長さがめっちゃいいんですよ。でも絶対すぐ伸びるんですよね。こう綺麗にさ切れるの、もう目にかかりそうなぐらいじゃん、もう1ミリかかっとんじゃないかぐらい。一応ラボに入れるのを検討していただきたい。ラボ、ラボさ別に5人だけじゃなくて誰でもね、なんかやっぱ STU のチャンネルだからさ、入る入らないじゃなくて主体があの5人なだけっていうか今のねっていう感じでいいんじゃないかなと思ってるんだけど、私は。視界に入ってます、前髪上ちょっと。何着てもかっこいいとリオツンが言ってました。ショールーム、いつも自分で切ってる。いや、あ、でも今日ちょっと切りました、自分で。今日さ、あの空葉ちゃんに替え玉何回できるかチャレンジしてほしいなって思ったんですよね、ラボで。なんかラーメン好きって言ってるからさ、替え玉でも大食いじゃないけんあれだと思うんですけど、ラーメンっていうことで一回は替え玉何回できるのかやってみてほしいけど、そらはちゃんってなんかね我慢して我慢してご褒美でラーメン食べたりするから、替え玉を強要するのもどうかなとは思ったんですけど、ちょっと見てみたい。そういうの好きだから。一緒にチャレンジ、したい。みほりん、確かに。
ちやったら、わかんないな。替え玉が、今日みーちゃんと一覧行ったらしい。そう、みなみと一覧行って思ったんです、替え玉見たいって。もう今日の私だったらあと3杯はいけるって言った、みなみに。そう、みなみは1杯でお腹いっぱいに、1杯でお腹いっぱいになったらしくて、その後にドーナツも買ってね事務所に行ったんですけど、うちが事務所着いてからドーナツ食べたら、よく食べれるねって言われて、一杯でドーナツ食べれんのっていう話になりました。まあね、みなみも復活したばっかりじゃけんあれだけど、ドーナツ迎えに、そう、それに向こうは細すぎますから、その輪の強調はひどいんじゃない、私が細くないみたいでしょ。一覧のシステムわかんない。そうなんですか。食券タイプじゃもんね。みんな意外と遅かったですって。意外とだった。いやでも今日私はそんなに細くないなって思った。ごめんね、垂れついて。でもやっぱほっさ、あの寒さをしのぎたいからさ、細すぎてじゃない方に間違えました。盛りすぎな人が来た。ご飯も食べたかったけど我慢します。今日の髪型可愛い。結構まとめ髪好きな方多いのかな。蓄えてるんだよね。そう。寒さに弱いから。もっと蓄えたいんですよ。麺は固め派です。固めにしてる。なんか超固めだっけ、もう一個あるんだけど、普通の隣、あ、なんでも好き。まとめ好きな方多い。そのセーターとのバランス、まあ確かに首が詰まっとるけんまとめとった方がいい。よかった、じゃあよかった今日。バリカタっていう名前ではないよね、一覧はね。ベスラのストレートおろしの髪型が好きすぎる。耳ちょっと間でかけとるやつ。まとめ髪で雰囲気がいつもと違うから。確かにショールーム前髪じゃないや、髪型おろしが多いね。普通が一番難しい。
はい。あ、ラーメン。今日さ、なんか中間を食べたかったんですよ。あの辛いさ、秘伝のタレあるじゃないですか。あれをさ、あのなんか1/2と1とみたいなあるんですけど、1/2と1の間が食べたかったんよ。じゃけん真ん中に丸してたら、どっちですかって言われて、真ん中はダメだった。優柔不断な人はあれでした。白黒はっきり言って言われた。だからちっちゃい方にしました。1/2。寒くなってきた。秘伝のタレってあの赤いやつ。そう、赤いやつです。目1/2辛くないよ。ココイチは辛いよね。甘口でも辛いですもん。みんな言っとる。でもメンバーどうなんじゃろ。辛いのに苦手な人が1本かもしれん。ネギのとこ白ネギと青ネギどっちも丸していて、知ってた知ってた。もう永遠にそれしてますよ。美味しいよね。それではもうちょっとで寒くなってきた。暖房つけなきゃ。壇上を読みます。13位長谷川さん、12位ギルスさん、11位ラストケアレスさん、10位 M 健さん、9位フーさん、8位キミさん、7位ジュノラゴさん、6位スランプくんさん、アウチ。13位ラストケアレスさん、12位 M 健さん、11位フーさん、10位キミさん、9位ジュノラゴさん、8位スランプくんさん、7位長谷川さん、6位ブルーさん、5位坪ゆうすけさん、4位青さん、3位安藤さん、2位ホジェさん、そして1位はトゥルルルンジちゃん、ラッカンさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はトゥルルルルンジちゃん、ホアンさんでした。ありがとう。今日は好評だったということで、久しぶりのスクショタイム。3期戦応募してくださる皆さん、お待ちしております。みんなありがとう。また明日。